スティーブ・フォセット・ジェームズ・スティーブン・フォセットは、アメリカ合衆国の飛行士、冒険家、テネシー州ジャクソン出身。金融サービス業で財をなし、無給世界一周での5つの世界記録をはじめ、各種スポーツの記録を立てた。カリフォルニア州、ガーデングローブで育ち、1966年、スタンフォード大学を卒業。1968年、MBA 取得。 オリンスクール・オブ・ビジネス、セントルイス・ワシントン大学、王立地理協会、エクスプローラーズ・クラブのフェロー、イーグル・スカウト。航空記録としては、単発ジェット機、バージン・アトランティック・グローバル・フライヤー号による、世界初の無給単独世界一周と気球による、単独世界一周が、一般に有名。他にも、火器など、計8 7の航空世界記録を作っている。 2007年9月3日、車のスピード記録に挑戦するための実験コースを探すために小型機でネバダ州西部の個人飛行場を飛び立ったまま行方不明となり約1ヶ月間捜索が続けられたものの発見できないまま10月2日に捜索は打ち切られた。飛行機の航空無線機、航空機用救命無線機、ブライトリングエマージェンシー腕時計。 ELT のいずれの電波発信も記録されていない。2008年2月15日、裁判所によって死亡宣告がなされた。2008年10月1日、カリフォルニア州東部マンモスレークス自覚の山中で、ホセットのものとみられる身分証明書やカード類、100ドル、紙幣など遺留品が発見されたことを、地元の警察が発表し、翌2日には、アメリカの国家運輸安全委員会が、 同産中で、ホセットが、消息不明時に登場していた、単発小型機の残骸と遺体の一部を発見したことを公表した。その後、発見された二つの白骨の DNA 鑑定が行われ、ホセットのものであることが判明して公式に死亡が確認された。 米著名冒険家の死亡を宣告ダッシュ NIKKANSPORTS.com2008 年2月16日付け、冒険家ホセット氏の小型機、残骸発見遺体の一部もダッシュ CNN.CO.JP2008 年10月3日付、米冒険家、ホセット氏の死亡を確認、発見された骨片の DNA 検査でアフプ部、2008年11月4日付け、 ありがとうございます。